皆さんこんにちは。これから自宅でも簡単にできるトレーニングを紹介していきます。このトレーニングはサッカー選手を目指した小学生を対象にしたトレーニングですが、誰でも簡単にできるトレーニングですので、皆さんも一緒にやってみてください。まず両手を大きく地面と平行になるように広げてください。次に片足をゆっくり引き上げて5秒間キープします。それを交互に行ってください。頭がぶれないように頭から足まで一直線になるようにしてください。膝を腰の高さまで上げ、膝の角度が90度になるように意識してください。この時に頭がぶれたり、上体がぐらぐらしないように注意してください。この時に腹筋を引き締める意識で行うと効果が上がります。この時に腹筋を引き締めて行うことで、お腹の内側の筋肉も同時に鍛えることができます。これをドローインと言います。これを意識して毎日片足5回ずつ、2セットからでいいので頑張ってやってみてください。続けることが大切です。サッカーではボディバランス、体幹を安定させることによって正確な技術が発揮できるようになります。皆さんも頑張ってやってみてください。